オンタリオ国際空港はアメリカ合衆国カリフォルニア州オンタリオ市に位置する地域空港だが国際線も就航している。ロサンゼルスのダウンタウンから約 60km 離れているため利便性に難があり近年旅客数は低迷しているが航空貨物の設備は全米でも有数の規模を持っている。物流大手の UPS が拠点を置いており オンタリオ市の主要な雇用種となっている。このため、地元住民は空港の騒音郊外に比較的寛容であり、空港の24時間発着を許可している。オンタリオ空港は3700メートルの滑走路を備えており、大型機の発着が可能である。このため、ロサンゼルス国際空港を保管する空港として、重要な地位を占める。フォーブス市は本空港を アメリカ国内の五大大替空港の一つに挙げている。オンタリオ国際空港には三つの旅客ターミナルがある。ターミナルには13ゲートを有する。ターミナル4は14ゲートを有する。国際線ターミナルは到着設備のみで、出発は国内線ターミナルからとなる。貨物ターミナルは会社ごとに分かれている。UPS 航空は空港の南東部、フェデックスエクスプレスは、 北西部に位置している。ありがとうございます。